はいどうも、バー&カフェ Y 店主の山口です。いつも動画ご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、リクエストをいただきまして、シェイクのやり方をちょっと解説していきたいと思います。で最初に言っておきますと、一応基本の振り方みたいなのもあるんですけど、決してこれが正しいとか正解だっていうわけではなくて、100人バーテンダーがいたら100通りの振り方がありますし、で同じバーテンダーでも、僕なんかもそうですけども、作るカクテルによって微妙に振り方を変えたりもしてるので、今回はですね、普段僕がやっている、シェイクのやり方をちょっとポイントを交えながら解説していきたいと思いますので、一つの参考程度に見ていただければなと思います。それでは本日も最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、ではまず最初にですね、基本的な振り方っていうのをちょっとやっていきたいと思います。で今回使っていくのはこちらの3ピースシェイカーと呼ばれるものですね。いわゆる一般的に、イメージされるシェイカーの形はこの形なんじゃないかなと思いますけども、このように、3つのパーツに分かれまして、こちらからボディ、お酒とか氷を入れる部分ですね。でストレーナー、注ぎ口です。で蓋となるトップ、この3つのパーツで構成されているシェイカーになります。ではまず持ち方ですね、シェイカーこうありまして、僕右利きなんで、右利きの方の一般的な持ち方なんですけど、まず右手の親指をこのトップの頭の部分にこうやって押さえます。で、右手の小指と薬指でこのボディを挟む形ですね。で人差し指をこのストレーナーの肩の部分ここにかける形で、中指はちょっと添えるぐらい、こんな感じですね。で左手の方はですね、中指と薬指の第一関節部分ぐらいをこのボディの底に当てます。で親指が、このストレーナーの肩の部分で、残りの指はこう添えるだけ、こんな形ですね。でここで注意してほしいのは、あまりこうベターっとですね、持っちゃうと、手のひらの熱で中の氷が溶けて、で液体が冷えづらくなったり、あとガチガチに力入れちゃうとですね、これスナップが、手首のスナップが効かなくなっちゃうんで、できるだけ、支えるのは本当に右手の親指と、左手の薬指、中指と薬指ですね。この2点で支えて、あとはもう本当軽く添えるだけっていう形です。では振り方ですね。一番オーソドックスな、2段振りをちょっとやっていきたいと思います。で、シェイカーの位置、まず最初はですね、自分の左胸前あたり、左45度ぐらいに置きまして、でここからまず上に上げていきます。自分の目線の高さぐらいが目安ですね。に腕を上げます。そしたら戻します。今度は下ですね、斜め45度ぐらいに向かって前に突き出します。戻します。これをこうリズミカルに繰り返すのが2段振りですね。こういう感じで。で、前に出すときに、この左手の部分ですね、ボディの下の部分をしっかりと下げてあげることで、液体が中で回転しますので、しっかり出したときに下を下げることを意識して。でこの時さっき言ったみたいにギュッと握っちゃうと、手首が固まってスナップが効かなくなっちゃうんで、そうなるとですね、これ下げるのが難しくなっちゃうんで、できるだけ支えるのは、右手の親指と左手の薬指、中指、この2点ですね。あとは添えるだけで、で手首を柔らかくしてこうちょっと弧を描くように。ちょっとリズミカルになっていくとこういう感じで、でシェイクの回数、時間ですね、
これはですね、まあ、作るカクテルだったりとか、あともうその人の感覚によってやっぱ変わってくるので、何回っていう目安はこう一概には言えないんですけれども、まああくまでちょっと一つの目安としてですね、お酒入れてこうシェイカーを振っていくと、まあ、中の温度が冷えていってこうシェイカーの表面に霜がつくんですよ。そうするとちょっとこう指がピタッとくっつくような感覚になるので、それがまあちょっと一つの目安としてはいいかもしれないですね。ただ霜がつく温度まで下げるのにちょっと時間かかっちゃいますと、注いだ時にですねカクテル自体がすごく水っぽくなってたりするので、まあ、いかに手早くですねリズミカルに、まあ、その霜がつく温度まで下げられるかっていうのが、まあ、ポイントの一つにはなってきます。さらに細かく言うと、同じ回数振っても、まあ、製氷皿とか製氷機で作った氷と、氷屋さんで売ってるようなカチ割り氷だとやっぱり溶け具合っていうのが全然変わってきますので、その辺も考えながらですね、まあ、うまく調整するのがポイントの一つにはなってきます。で、注ぐときはですね、左手で、まあ、シェイカーのトップを外してあげて、で、これ、まあ、ちょっとしたポイントなんですけども、このまま外しちゃうと、ここに、残った液体が落ちちゃうので、まあ、外すときにこれ、くるっと回転させてあげると、下に落ちなくて済みますので、まあ、ちょっとしたポイントです。で、シェイカーをしっかり立ててあげて、まあ、中で作った気泡も一緒にですね、勢いよく注いであげる。まあ、これ5、6杯分とかちょっと大量の場合はですね、こう静かに注いでいくのがいいんですけども、まあ1杯分とかでしたらもう一気にしっかりと立ててあげて注いであげるのがいいと思います。まあここまでがいわゆる一般的なやり方になります。なんとなく理解できましたかね。はい、では続きまして、まあ僕のシェイクのやり方をちょっとポイント交えながら解説していきたいと思います。シェイカーの持ち方は先ほどと同じです。右手は親指でトップを押さえて、薬指小指で挟ん で人差し指は、ストレーナーの肩で中指添えるだけ、左手は、中指と小指の第一関節でボディの底に当てて、あとは、まあ、自然と添えるだけですね。で、振り方としては先ほどの2段振りではなくて、1段振り、まあ、ストレート振りっていう風に言われてるやつですね。こう上下に動かすんじゃなくて、まあ、前後というか一方向ですね、一方向に動かすやり方です。で、僕の場合はこの腕のストロークっていうのは全く使わずに、もう本当手首のスナップだけで、まあ細かく素早く動かして、中の液体を回転させて空気を含ませるっていうイメージですね。まあ、ちょっとざっくりやります。まあ、本当にもう手首のスナップだけですね。で、まあ前に出すときはしっかりとシェーカーを立てて、返すときは今度は逆にですね、このボディの底の部分が上を向くぐらいまでしっかりと返してあります。で、リズムとしてはこう1、2、まあ、前に出す1、戻す2ではなくて、1、1、この前に出す勢いの反動で自然と戻すっていうイメージですね。跳ね返ってくるイメージです。まあ、極端にやるとこんな感じで、ポン、ポン、ポンと。これはまあ手首のスナップを使って、もう細かくこんな感じで、先ほどのこう2段振りに比べて、まあ、どうしても動きがこの一方向で単調になってしまうので、液体の動きもどうしても一方向単調な動きになってしまうので、まあ、ちょっと正面とこう前に出す時にですね、こう立てるだけじゃなくて、まあ、ちょっとこうシェイカーを斜めにしてあげたりとか、あとはですね、こう肘を使って、これ普通のやり方でちょっとこう肘を動かすことで、ちょっとこのシェイカーに動きをつけてですね、
で中の液体をまあ一方向だけじゃなくてこういろんな方向に回すことによってよりこう多く空気を含ませるイメージですね。であとは中の氷の動きですね、まあ、1段振りでも2段振りでも一緒なんですけども、やっぱり力でこう勢いよく振っちゃうと中の氷も勢いよく動いて、で氷同士がぶつかって砕けちゃうんですよ。まあ、そうなっちゃうとやっぱりカクテルが水っぽくなる原因の一つになりますので、まあ、力で振るんじゃなくてこう手首スナップを効かせて柔らかく、まあ、ちょっとクッションを作ってあげるような感じですかね。で氷もまあ砕くんじゃなくて、氷を回してあげて、氷の表面を削ってあげるっていうイメージを持ってやってます。これちょっとイメージ感覚的なあれなんで伝わるかどうかわかんないですけども、じゃあちょっともう一回やりますね。まあ、持ち方、まあ、この2点でしっかりと支えて、あとはもう軽く添えるだけ、まあ、力は入れないです。で、手首のスナップを効かせて、まあ、リズムは1,2 ではなく 1,1 反動で跳ね返るようなイメージで、これを細かく、で、まあ、一方向だけじゃなくてちょっとシェイカー斜めにしたりとか、と肘を使ってちょっと動きをつけてあげたりとかですね。で、それで、とまあこんな感じですね。じゃあ最後に一杯ちょっとショートカクテル作りますね。ということで、今回はまあ僕のシェイクのやり方をポイント交えながら解説していきましたけども、本当はですね、もっと細かいことを言えばもっとお伝えしたいこといっぱいあるんですけども、それやってっちゃうとどんどんマニアックな方向に進んでいってしまいますので、まあ、興味ある方とかもし質問等ある方はですね、ぜひコメント欄もしくはメッセージで僕の方まで、送っていただければなと思います。で最初にも言いましたように、まあ、シェイクのやり方一つとってもですね、100人いれば100通りのやり方ありますし、決して正解、これが正しいっていうのはないのでですね、まあ、ぜひ、まあ、僕のやり方なんかも参考にしていただきながら、こう自分なりのやり方っていうのを見つけていただければなと思います。ではまた次回何か作っていこうと思います。もしよろしければチャンネル登録、あとグッドボタン、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。